今深夜のね1時半ぐらいかな。さっき風呂入った。いやで夜食チャーハン、トゥゲザーしようぜ、食べ中なんかさ、トゥゲザーしようぜのメイクだったらメイクでさキャッチーじゃん。で運転中はさドライブでキャッチーじゃん。食べてる時のトゥゲザーしようぜってさ、なんかキャッチーな名前ない？一緒に決めようぜそれさえもトゥゲザー、何がいいんだろうね。うん、いや晩ご飯食べたんだよ私7時ぐらいに食べて、で今で1回の量がさ私少ないのね、胃がちっちゃいから、だからすぐお腹すくわけよ。もう大体 2,3 時間ぐらい経ったらなんか何かしらお腹空いてる。イエス。で私寝るのが朝の7時とか8時なの、だからお腹すくんだよね。いつもはね、だいたい夜中の3時4時ぐらいに完璧にお腹空いてるから、その時にご飯食べてる。うん、お少し旦那は寝てます。さっき寝た。がもう一緒にベッドで寝てる時間がないかもね。ちょうど入れ替えみたいな、私が寝ようかなと思ってベッドに入ってやら、寝れるかなってやってる時に1時間ぐらい経ったらピピピピピとか言って、なんかあの朝のアラームな鳴ってる。で主人はアイマスクとあの耳栓して寝てるわけ。なんかそうするとどこでも寝れるんだって、機内とかでもさ。だからそれがいい、それがなんかスタンスらしいけど。でそれだからさ、目覚まし聞こえづらいわけじゃんね。結局もう私がさこうやって叩いてさ、もう止めてよみたいな、うるさいから止めてよってなって、で旦那起きるじゃん。そしたら私まだ起きてんじゃんね。そしたらここぞとばかりにさ、ピンク朝ごはんとか言い出すわけ。いやいやもう冷蔵庫にありますからもう勝手にどうぞみたいな。けど私あの朝喋りたいんじゃない、多分でなんかちょっかい出してくるけど、もう寝る借りてらっしゃいみたいな、っていうなんかあの逆、全然真逆の生活してる。うんね、夜行性治んないんだよね。うん、もともとちっちゃい頃からもう12時は回ってたかな、小学生の時に12時回ってた気がする、寝るのが余裕で。晩ご飯、習い事とかあったからさ、晩ご飯がニュース23とかスマスマとかだったもんね。だからスマスマ10時からじゃん。だから10時ぐらいから晩ご飯食べて、でそっからなんか宿題したりさ、テレビ見たりさ、なんかアイロンかけてるお母さんと喋ったりとかさ、そんな感じだった。でもお父さんと弟は寝てたから、早く寝るからさっていう生活をしてた。で朝はもうギリギリだよね、もう起きるの超ギリギリ。うん、なんかもともとそんなにあの早寝早起きの子じゃなくて、友達ん家に泊まり行った時にカルチャーショックみたいな、え6時に飯食べんのみたいな、え全然お腹空いてないんだけどって感じだったね。でも9時とかさ10時に寝るじゃん、あマジかと思って寝れなかったもんね、人の家で。
ていう、なんか昔からだから背伸びなかったのかしら。弟は高いからね、180近くあんのかな。お父さんがまあまあだから、お母さん、まあ家族では一番私がチビだね。うん、やっぱ寝る子が育つっていうのは本当かもね。うん、いや寝てないから育てなかったかもしれない。うん、だからまあそれがデフォでしょ、それがデフォルトだから、12時より前に寝るとか意味が分からなかったね。だってもう気づいた時から超えてた、気づいた時からはもう超えてたからね、12時を。で私あれよ、あの会社してたじゃん、二十歳付近、うん、したらさ、パソコンカチカチやる系、まあ IT だからもったいないんだよね。その24時間、1日24時間しかないのに寝なきゃいけないのがもったいないわけって。私一回スイッチ入ると長いのね。でオフするまでに時間かかるわけ。なんか例えばさ、15時間仕事したとして、家帰ってシャワー浴びて寝ようと思ってもすぐ寝れないの。だからオフするまでに時間がかかるわけ。だから1日24時間じゃもちろん足りなくて、だから3日を1日計算で生きてた。それ結構長かったかもね、4年ぐらいそれだったかも。だから3日を1日計算してるから、2日間そのまま丸々働いて、3日目の半分寝て半分ぼーっとするみたいなっていうのやってた。だから2日間はずっとなんかアドレナリン出てる感じなんだよね、ずっとファーってやってる感じ、うん、だったね。で家もいつも近く、私移動するの嫌だじゃん。だから家もすぐ近くにあったから、だからあの風呂入りに帰るわみたいな感じだったね。だから社員に、あおはようみたいなのは普通にやってたから、ちょっと変な社長だったですね。イエス。でもそれをやってるともう抜けられなかったね。うん、でもおすすめはしない、やっぱおかしくなると思う。うん、でも食べ物食べるのも嫌だったしね、もう生きるために無理やり食べてる感じだった。うん、うん、だからなんかゼリーとか、でも友達とかはもうフードコーディネーター雇った方がいいよって言われるぐらいご飯食べなかったね。コーヒーとレッドブルみたいな感じだった、主食が。でもなんかもう20代後半ぐらいになって、あんまり無茶してられないなみたいな、年的にって感じで、家で仕事するようになってからは食べるようになったね。家で余分に作って食べるみたいな。太った、7キロ太った、すごくない？7キロだよ。うん、だから全然食べない生活してたのね。まあ全然全くなくじゃないよ、もちろんなんかたまに焼肉行ったりとかするし、食べないはもちろんご飯食べるんだけど、1日1食食べませんね、うん、2日で1食ぐらいじゃないとかだったから、いきなりちゃんとさ家で仕事しながら食べるじゃん合間に、そりゃ7キロぐらいは太りますよね。うん、その時はすごかったね、トドみたいだった。うん、もうこの身長で7キロってすごいよ、
153だからさ、うん、でまあ月日が経ち、まあ主人と付き合ってからはまあ直そうとしてたんだろうね。でも今一応 1日に1回寝るようにはしてるけど、うん、さすがにやっぱり3日を1日計算の日々が長かったから夜行性は未だに治らないね。もう夜行性は一生治んないかもしれない。うん、多分これがもう私の基盤なのかもね。なんか世間が寝静まってからが、なんかやっと私の実感って感じ。だから次の日ランチの予定とかさ、11時ぐらいから用事があるとかだったら寝ないもんね。寝れない、うん、だから2日3日寝ないのは全然全然あの私にとっては何の罰ゲームでもなかったないから平気。むしろちょっと懐かしい感じやった長時間できたみたいな、なんか棚からボタムチみたいな感じで、私は全然今やっても全然なんともない。なんか飛行機乗るときはもちろん貫徹だし、次の日午前中に用事があるとかだったらもちろん貫徹だし、約2時間寝ますとかができない。その、うん、寝るときはなんか束縛されずに起きたいかな、うん、でもアメリカってさ、電話でスパムメールみたいな感じで電話で営業が来るの、どこから個人情報知ったのみたいなさ、なんか健康保険会社ですとかさ、車の修理屋さんですとかさ、アンケートお願いしますみたいなのが携帯に来るわけで、それがさ朝とかさ午前中が多いのよ。朝8時ぐらいからさ、そんな基本電話出ません。なんか重要なのだったら留守電に入れるっしょみたいな、もう出ない。だって出たら出たらさ、あこの電話番号誰か使ってんだってバレるじゃん。マジ迷惑。でもたまにすごい大事なのとかあるからさ、気をつけなきゃ。ごちそうさまでした。いや、そうだよ。これはあのパソコンじゃない、カメラ。やっぱそっちの方が画質と音はいいだろうね。でコメントでもなんか前の方が良かったって言ってくれた人がいて、まさ同感。ただちょっとめんどくさいんだよね、うん、多分カメラで撮れるときはカメラで撮るように頑張る、うん、だね。ちょっとここ数日メイクして出かけることがなさすぎて、連日のすっぴん動画でごめんなさいでした。いや、それだけちょっと食べてる動画はどうなんだろうね。嫌だ見たくないっていう人が多かったらやめる。このトゲザーしようぜをやめる。 Yes、 こんな感じ。じゃあまた次の動画で See you next time! っていうか
Good night. Bye.